メセナとは企業が主として資金を提供して文化・芸術活動を支援することである。メセナは企業による資金以外の経営資源による支援も少なからず行われている。また企業による事業主催なども含まれる。代表的なものに財団などを通じた資金的バックアップや企業が主催するコンサートやオペラの公演。 スポーツなど各種イベントの開催などがある。企業がメセナに貢献すべきという理由としては、企業は経済活動のために環境に負荷を与え資源を浪費する。同時に文化を支える人材を労働力として集奪してしまうため、文化で次世代に還元する必要がある。とされている。公益社団法人企業メセナ協議会はメセナを 芸術文化振興による社会創造と定義し、地域の発展や次世代育成など様々な社会課題に対応する活動の推進に力を注いでいる。メセノットはフランス語で文化の用語を意味する。これはローマ帝政時代の初代皇帝、アウグストゥスの政治的助言者であったガイウスマエケナスの名に由来するものである。 彼は経済的に恵まれないワイルギリウスやホラテウスといった若い詩人たちの講演者となったことでも有名で文化の擁護や育成に尽力した。スターバックスが仙台クリスロード店の前に出店した仙台七夕風両米ではメセナは比較的早くから始まり、1967年に設立されたアメリカの企業芸術用語委員会、1976年に 設立されたイギリスの芸術女性協議会1979年に設立されたフランスの商工業メセナ推進協議会などの団体が活動している。また世界展開を行っている企業では地域のイベントに協賛するなどしている。日本では1988年の日仏文化サミットを機に広がりを見せ、翌1989年に 大塚製薬が全国の小学校、中学校、特別支援学校、図書館及び海外の日本人学校、補修授業校向けに漫画を用いた健康本である漫画ヘルシー文庫シリーズが企業メセナ第1号として登場した。1990年代初頭のバブル景気の頃には金に止めをつけない派手なメセナが盛んに行われた。中心となったのは バブルの原動力となった不動産関係の会社が多く隠れ身の代わりの位置づけもあった。バブル崩壊後失われた10年を経た日本ではあえて企業名を正面に出さない地味なメセナが展開されるなど規模は縮小しつつも裾野は広がり多様化しつつある。1990年に社団法人企業メセナ協議会が発足、メセナという言葉が次第に広まっていった。 現在では企業の行う芸術文化支援から教育や環境、福祉なども含めた企業の行う社会貢献活動の一環と講義の解釈でも使用されたり支援対象の芸術、文化も従前の古典的なものだけでなく近現代的なものやいわゆる大衆的なものなどを含むようになってきている。企業目線な協議会は2011年に社団法人から 公益社団法人へ移行するにあたり、メセナの定義を芸術文化振興による社会創造と定め、様々な事業を展開している。主な事業は、メセナアワード、ディスイズ・メセナ、調査研究、2021芸術、文化による社会創造ファンド、グブファンド、女性認定制度などである。同種の活動としては、1990年に、 社団法人日本経済団体連合会が1%クラブを設立。会員の企業や個人は、経常利益や過処分所得の1%相当額以上を実施的に社会貢献活動に支出しようと努めている。企業メセナは多種多様の形態で行われているが、一例として公益社団法人企業メセナ協議会が実施するメセナアワードでの対象受賞活動を挙げる。 ありがとうございます。